中日本ハムファイターズ、レイエースのグラスラを一掃負け。マーフィーは先頭バッターにストライク入らないともうそこでダメだな。借金なったら解任してほしい。何度も采配で落としてる。今日はマーフィーでしょ。先頭四球で一気に流れ傾いたし、その後も打たれたしね。金村言うほど系統批判してるか。実力で言ったらマーフィーも妥当って言ってるし、サバラは確かに言ってたけど、グラスラ打たれたのに高卒2年目の子が初勝利。頻打で負けるよりはまあ水谷一番は永遠に動かさないでいいぞ。さっき準備運動をしたスタメン清水で勝つ。6回マーフィーでなく黒木でも1失点で済んだろ。小園は初勝利は周りをうならせるピッチングで達成してくれ。細野6回も投げれただろ。それなら6対3で勝ったのに新庄は細野を信じろよ。コーチも選手も新庄に近いかどうかでバラバラになってそう。ザバラは大量リードかビハインドなら使えそう。マーフィーハイラン。上原はとりあえず完投しろ。話はそれからだ。マーフィーの飲みの心臓なんとかならんか。ランナー出たらもうビビりまくって球が手についてへんし。まあ相手は各上だし明日勝てばいいよ。スイープは虫が良すぎる。1点差ザバラは怖いけど2点あれば抑えると思うんだけどな。ランナー貯めてからマーフィーも厳しいし、1回ファーム調整するしかない。ご視聴ありがとうございました。